これからどうしよっか。帰るだろ。そうじゃなくて、ユキノンのこと、それと私のこと、私たちのこと。それはどういう意味？ヒッキー、これ。あの時のあれ、私の相談覚えてる？結ヶ浜さん、あなたすごいわ。私が自分でやってみるって言って、自分なりのやり方でやってみるって言って、それがこれなの。だからただのお礼。礼ならもうもらってる。それでもただのお礼だよ。私は全部欲しい。今もこれからも。私ずるいんだ、卑怯な子なんだ。私はもうちゃんと決めてる。そう。もしお互いの思ってること分かっちゃったら、このままっていうのもできないと思う。だからこれが最後の相談。私たちの最後の依頼は私たちのことだよ。ねえユキノン、例の勝負の件ってまだ続いてるよね？ええ、勝った人の言うことを何でも聞く。ユキノンの今抱えてる問題、私答え分かってるの。多分それが私たちの答えだと思う。それで私が勝ったら全部もらう。何一つ具体的なことは言わなかった。口に出してしまえば確定してしまうから、それを避けてきたのだ。ずるいかもしんないけど、それしか思いつかないんだ。ずっとこのままでいたいなって思うの。どうかな。結ヶ浜は多分間違えない。彼女だけはずっと正しい答えを見ていた気がする。それを受け入れてしまえばきっと楽だろうけれど。ユキノン、それでいい？私は。いや、これは違う。間違っている。私は。ユキノシタが自分の未来を誰かに委ねるなんて、そんなことあっていいはずがない。私はそれでも構わない。いや、その提案には乗れない。雪の下の問題は雪の下自身が解決すべきだ。結ヶ浜結は優しい女の子だ。そう勝手に決めつけていた。雪の下雪乃は強い女の子だ。そうやって理想を押し付けていた。それに、そんなのただの、欺瞞だろう。曖昧な答えとか、馴れ合いの関係とか、そういうのは、いらない。
バカな奴だと思う。そんなのないって知っているのに、突き詰めてしまったら何も手に入らないと分かっているのに、それでもちゃんと考えて苦しんで足掻いて、俺は一気にならそう言うと思った。私の気持ちを勝手に決めないで。それに最後じゃないわ、引ヶ谷君。あなたの依頼が残ってる。間違っていてもいい。その度に問い直して問い続けるから。あともう一つ、私の依頼聞いてもらえるかしら。うん、聞かせて。